7時自転車全国市区町村旅、旅298から301日、2018年の4月1日から4日の旅の、3日目と4日目のみを伝えていきます。全体的には三重県から出発して、奈良県とか、京都府とか、滋賀県とか、福井県とか通って、最終的に京都府のね、南の木津川まで行きますね。2日目の夜どこまで来たかっていうと、京都府のね、山科区のね、ネットカフェに泊まりました。次の日ね、鉄道に乗って臨行して、湖西線の小野駅、大津市まで行って、そしてそこから、自転車に乗ります。山越えをして、砂漠街道的なところも通って、京都市のね、左京区に入ってきます。峠を何回か越えていって、南端市に入っても峠を越えて、で、また山越えをして、福井県の大井町に入っていきますね。で、小浜市の駅まで行って、バス輪行したかな？バス輪行プラス、湖西線の駅から列車輪行して、山科のネットカフェにまた泊まりますね。そして次の日ですね、最終日、輪行してね、青春18切符輪行してですね、桂川っていう駅まで行って自転車に乗りますね。西京区、向日市、長岡京市、伏見区、久御山町、八幡市、久御山、伏見区、久御山、八幡、久御山、宇治、久御山行って、常陽市、井手町、木津川市などを通って帰っていきますね。まあ、ところどころ前に来たところもあるんですが、初めて行った場所は、南丹市、大井市、小浜市、西行、向こう、長岡京、久御山、八幡、それから常陽、井手、木津川は初めて行くところですね、自転車旅でね。全体的な集計は、日数の方は301日旅して、35箇所の都道府県、880箇所の市区町村旅をしております。ですね、なんだっけな、俺がまあいいや、まあいいや。今回出発地点は京都府ですね。京都内は、初めて行くのは、南丹市、西京区、向日市、長岡京市、久御山町、八幡市、常陽市、井手町、津川市が21箇所全部行ってます。滋賀県内は初めて行くとこないんですけど、19箇所。今回は大津市通っていきますね。それでね、福井県内、大井町、小浜市初めて行って16箇所行ってますね。全体的なことを言うと、のの字を描きながらぐる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 自転車旅して、スタート地点は世田谷区東京でございます。もうぐるぐる回ってね、小笠原もね、番号が入っております。そして番号が入っているのが、今のところ19州目、愛知県、三重県、滋賀県、福井県とか通って、能登半島のね、中能登町まで番号がついていく。その後はね、雪が降ったりしてね、通れないところがあるので、雪のないところを旅するということでね、今回の旅があります。山科区っていうのはね、
23周目のエリアなんですけど、ここから輪行して22周目の大津市まで行って、小野駅というところから自転車乗って、サバ街道山越えをして京都市のね作業区に入って、そして南丹市を通って、そしてここは22周目なんですけども、21周目のエリアの大井町、20周目のエリアの小浜市まで行って輪行して、そして23周目の山科に戻ってきてネットカフェに泊まります。そして南区かな、南区の桂川駅、南区かな、ちょっと忘れちゃったな、南区じゃなかったかな、南区だったかもしれない、南区、一応南区って降りてんだよね、まあ境みたいなことかな、南区から出発して西京区、向こう市、長岡京市、まあ八幡とかね、伏見区も通ったりしながら、久美山、長陽市、井手町、木津川市に至る旅でございます。地図を見ていきましょうね。京都府のね、山科のネットカフェから輪行して、小野という駅から自転車に乗って滋賀県の大津市からね、サバ街道とか山を越えていって京都府の作業区、そして南丹市に入っていきます。笹里峠なんかも越えていきましたね。そして福井県大井町、そして小浜市の小浜駅から輪行して山科のネットカフェにまた泊まります。ちょっと見にくいですけどね。そして、南区の桂川駅まで行って自転車に乗ります。向こう市、高岡京市だっけ、長岡京市だっけ、そこら辺を通っていてね、行くんですね。山科のネットカフェの近くから輪行して小野駅に到着しました。琵琶湖の近くの滋賀県の小野駅で、大津市でございます。自転車に乗って朝の街並みを抜けて桜の木も見ながら進んでいきます。そしてね、坂道を越えて振り返ってサバ街道的なところを通り抜けていきます。山を越え、谷を越え、ずっと進んでいきます。河川敷には石がゴロゴロしております。これはもう京都府に入ってきたかもしれないな、作業区あたりかもしれない。いやでもね、まだね、岐阜県、滋賀県内かもしれないな。多分ね、この川はね、琵琶湖に注ぐ川じゃないかなと思うんだけど、どうかな。先っちょが細くなって道が狭くなってから京都市に入ったような記憶がうっすらと残っております。ここから京都市ですね。滋賀県の大津市から京都府の京都市作業区に入っていきます。なんかね、京都のね、京都市内のね、作業区の北の方のね、田舎に興味があると南も、まあ南に魅力があるんですけどもね、京都市内の北の方の田舎に興味があったんですね。まあ古都のね、田舎、いや、わらぶき屋根のね、家屋も残っていたりするんですよね。なんか観光地っぽくなくてね、自然な状態がいいなとも思うんですよね。
なんか生物がいたのかもしれないな。なんか気にしてカメラを撮ってますけども、もう逃げちゃって、何がいたんだかよくわかんないですけどね。なんかゾロゾロって動いた感じがしたんですよね。なんか水が染み出してますけどね。山の上の方にはまだ雪が残ってたりするのかな。網やみになっているんで、崖崩れとかね、そういう心配もあるのかもしれないですね。人がね、植えたような森林の中を通っていきます。ちょっとした小川を見ながら木の中の道を進んでいきます。木に囲まれております。もうそろそろ花粉症が始まるような、そういう時期ですね。もう4月に入ってますから、もうとっくに花粉症のシーズンは入ってると思います。ああ、なんか大きな鳥が両手を広げて空を舞っております。山道を通っていきます。小川を見ながら、ところどころに家屋が建っております。わらぶき屋根じゃない屋根も、昔はわらぶき屋根だったような気がするような屋根ですね。ささりというところに来ましたね。ささり峠を越えていきます。小川が流れておりますね。まあちょっとうっすらとグリーンになっているので、ダム湖の水だと思います。浅いので透明感があります。支流からのね、水とブレンドされて透明感を増しております。よく見ると魚が泳いでいると思います。ハールの小川です。ハールの小川、なかなかカメラで捉えるのは難しいんですよね。ちょっと引いてみて、またズームするところを見つけてね。食べれそうでしょう、この魚。まあ手づかみしたらちょうどいい感じの魚の大きさ。ほらグリーンになってますからね。ダム湖から流れてくる水なんですね。綺麗とは言い難い。まあ人間の暮らしとエネルギー業者と行政の代償のビルをしております。綺麗とは言いません。このね、代償の色を見ながらね、電気に依存する生活をね、もっと見直す必要性があります。何でもかんでも電気に頼って、電気需要を大きくするような暮らしは考えた方がいいと思います。山に囲まれた街並みを通り過ぎていきます。川沿いの道、崖沿いの道、そんな道を通っていきます。ところどころに桜の花がね、心をね、暖かくしますね。優しい気持ちになる。とあるお店の横でね、買ったものを食べておりました。頭上にはね、ツバメの巣があります。で、脇の方を見るとね、トカゲがね、こんなゆっくり歩くトカゲはあまり見かけませんね。普通は逃げるんですけどね。お腹が空いてんですかね。何か食べたい。テカってますね。まあ大きな鳥に食べられたりしちゃうんでしょうかね。頭上にはツバメがね、舞っておりますね。風を落とされないように気をつけております。桜
桜の木を見ながら、遠くに鳥居を見ながら、山とか舗装道路を見ながら、川も流れていて、そして山を越えていきます。坂道を登っていきます。そしてまた町並みを抜けて桜の木が咲いている方を通っていきます。空はいい天気。桜の木が咲いております。花が咲いております。また山道を通っていきます。トンネルを越えていきます。今日もしかしたらね、福井県のね、大井町に入ってきたのかもしれないね。あ、水田です。水田、福井県に入った途端に水田ですよ。やっぱ雪国はね、切り替えが早いんだね。桜がね、対岸に一斉に咲いております。もう夕暮れになってきましたね。太陽が沈んでしまいます。急いで駅まで行きたい。山に囲まれています。目指すは小浜市の小浜駅。全然海が合いそうな雰囲気がしない。まあ、ここら辺は三陸海岸のようにね、いや海の入り口が入り組んでますからね。で、小浜市役所かな。で、小浜駅の前からバスリンコ大津今津駅から鉄道リンコ、そして山品今津駅だね。今津駅、大海今津駅、970円。で、次の日ね、桂川駅でございます。京都府の京都市南区の桂川区が駅。そこから自転車に乗って向こう市、朝の鳥居を見ながら、阪急、あんこが食べたくなる阪急。向こう市を通って、そして長岡京市を通って、で、伏見区も通って、国山町とかね、八幡市を通りながら、宇治市も通って、常陽市、井出町、木津川の方に行きますね。これも今のもどっかの市役所か。区役所か町役場かだと思います。川のそばを通っています。ここら辺まで来たからね、よくわかる。国山とかね、これもこういう国山町役場かもしれない。八幡市役所かな。なんかもちょっと通ってから、これね、井手町やからね。そして町並みを抜けていって木津川市の棚倉駅。桜も木も桜の花も咲いている木津川の棚倉の駅。7線で帰ってきますね。京都駅経由青春18切符リンコで東京まで帰ってきます。7線ね、最近複線化されております。この時は18年の4月ですね。当電車は終点で停車すると、当電車大宮に停車します。当電車東京にまって切れ上がりの作業を行います。足元黄色い列の奈良間から10番に止まりましたでは、これがね、米沢駅、米原だ、米原駅ね。写真とビデオでは時間の関係性が前後いたします。
写真で撮った映像ね、3日目の小野駅から順番に見ていこうと思います。滋賀県内大津市のね、小野駅から自転車に乗って山を登っていきます。サバ街道的なところに向かっております。そして県境を越えて、京都府の作業区の方に入っていきます。トンネルを越えたり峠を越えたりしながら進んでいきます。川にはね、石がゴロゴロしております。山深い谷のところをね、通っていきます。川のせせらぎを聞きながら進んでいきます。坂道を登ったり下ったり、トンネルを抜けたりしながら進んでいきます。春の日差しを、春の暖かさを少し感じながらね、まあ多少花粉症的なものもね、あったと思いますね。京都市のね、作業区のね、北の方の田舎町に興味があったんですよね。古都のね、昔のね、雰囲気が残っているんじゃないかなという。京都市内はね、もう現代社会になっちゃってますからね。平安京の時のね、平安京というか江戸が都会になる前のね、日本のね、大元のね、田舎の風景がね、雰囲気だけでも感じてみたいなーってちょっと思ったんですよね。まあここら辺の木はね、人工的ですよね。なんかね、人工的な雰囲気を感じますね。こんな木がね、まっすぐ立ってるわけないんですよね。でね、これは南丹市ですね。南丹市笹里峠を越えていった時ですね。なんか昔のね、裏街道的な雰囲気がするんですよね。で、川沿いに進んでいきます。山に囲まれた狭いところ、まあ残念ながらね、こういうところの川はね、ダム湖色してるんですね。現代色というか汚染されております。残念ですよね。こんな山奥の川までね、人の暮らしの影響がはびこっております。坂道を登ったり下ったり、トンネルを抜けたりしております。トンネルの前で振り返って来た道を見ております。坂道を登ってきたんですね。そして夕暮れ時、国道300かな、62って書いてあったな。桜の木を見ながら進んでいきます。桜の花が咲いているのも今だけ、そんな声をね、感じるかのように、後ろ髪を引かれながら、そんなに髪が長いわけではないですけど、貴重なね、一瞬の風景をね、横目で見ながら。ここは若さとか書いてありますけども、小浜市の小浜駅ですね。ここから次の日の朝ですね、京都府京都市南区の桂川駅だと思います。この辺から自転車に乗って最終日の自転車旅が始まります。南区から西京区、ビデオの時ね、西京区という言葉が出てこなかったな。まあ、西行区も京都しか通らなかったかもしれないですけども、西行区を通って向こう市、長岡京市、そし
で、久美山町、八幡市、で、ね、伏見区もちょっと通って、宇治市もちょっと通って、そして、常陽市、井手町、木津川市に至りますね。谷山なんとか山寺って書いてあるね。まあここら辺はどうなんだろうね。あ、もう田倉の駅まで来てしまいましたね。奈良線の駅、桜がもう散ってますね。だいぶね、ここはね。でも綺麗ですね。ピンク色しております。木津川市の田倉駅まで来て、ここから青春18切符輪行して東京まで帰っていきます。青春18切符輪行して東京に帰る場合はね、早めに電車に乗り始めないとね、その日中に東京まで行けませんからね。これ京都駅ですね。特急電車が向かいに止まっておりますね。あれは鳥取の方に行くやつかな。わかんないな。これ東海道本線だね。上は名鉄かもしんないな。どうだろう。ちょっと想像で言っております。これはね、蒲郡駅あたりかもしんないな。これは小田原ですね。小田急線でございます。青春18切符使うんだったらね、もっと都心までね、JR 使えばいいのにね、なんかスッと買いたくなっ、ショートカットして買いたくなっちゃうんですよね。もったいないよね、小田急線のお金払うの。青春18切符持ってんだったら。なんか疲れてたんですかね。これ3台目のカメラでございます。3台目のカメラで撮った3日目の朝の写真。山科区、京都ですね。王将の前を通って山科駅に向かっております。そこから輪行して、滋賀県の大津市の小野駅まで行きますね。ここは山科の駅でございます。山科駅の近くのネットカフェは何回も利用しておりますね。あの王将がね、間に合う時間にね、あのネットカフェに泊まることが少なくてですね、いつも行くと閉まっていてですね、なんかいいもの食べて眠りたいんですけどね、いつもがっかりするんです。緑色の電車から降りて小野駅ですね。湖西線、琵琶湖の近くでございますね。滋賀県の大津市内にある小野駅、そこから自転車に乗って坂道を登っていって、サバ街道的なところに出て、そして京都府の作業区に向かっていきますね。遅い春がやってきた、そんな雰囲気がします。ここは笹里峠かな。作業区から南丹市にここから入っていきます。これは最終日の朝ですね。桂川駅、ここから自転車旅が最終日始まりました。そんな感じですね。昔作ったデータ間違っているかもしれませんが、紹介していきましょう。2018年の4月3日、3日目のね、工程でございます。山科区のネットカフェからスタートして、駅から輪行いたします。滋賀県の大津市の中にある小野駅、湖西線かな。
そこから自転車に乗って標高480メートル花折り峠あ花折りのトンネルを越えて、沢街道的なところを通って京都府の京都市の作業区に入っていきますね。標高640メートルの峠を越えて、そして標高70メートルの標高の笹里峠を越えて南丹市に入っていきます。22周目のエリアですね、この辺は。そして、ずっと行きまして、標高300メートルの坂を通っていって、そしてここ南丹市ですね。で、380メートルの堀越トンネルを越えて福井県の大井町に入っていきます。21周目のエリアに入っていきますね。そして小浜市が20周目のエリア、小浜駅から臨行いたします。バス臨行と鉄道臨行を組み合わせて、京都府のね、山科のネットカフェに泊まります。そして次の日ね、また駅から臨行して、この日は青春18切符臨行してですね、まずは桂川駅まで行きますね。南区西行区に入って、向こう市、そして長岡京市、伏見区、久美山町、伏見区、久美山町、八幡市、久美山町、宇治市も通って、宇治市も通ったんだね。宇治市、久美山町、そして常陽市、井手町、そして木津川市に至ると、そういう旅になっております。棚倉という駅からね、帰っていきますね。地図を見ていきましょうね。京都府のね、山科のネットカフェから臨行して、小野という駅から自転車に乗って、滋賀県の大津市からね、沢街道とか山を越えていって、京都府の作業区、そして南丹市に入っていきます。笹里峠なんかも越えていきましたね。そして福井県大井町、そして小浜市の小浜駅から臨行して、山科のネットカフェにまた泊まります。ちょっと見にくいですけどね。そして、南区の桂川駅まで行って自転車に乗ります。向こう市、高岡京市だっけ、長岡京市だっけ、そこら辺を通っていってね、行くんですね。